中団4番手では5番の近藤隆二が福島勢の動きに乗っていきました。前受け2番吹澤幸太郎は2つのラインを送り出していくかどうか、前踏んでいく5番近藤隆二は3番手外で内番粘る2番吹澤幸太郎です。中団取り合いとなって先頭6番石井弘樹、番手4番中田裕樹、3番手外並走が千葉勢、5番近藤隆二、1番田中春樹で内閉じ込められて2番の吹澤幸太郎、さあ最終日先行勝負か、5番の近藤隆二残り1周切って突っ張る6番の石井弘樹、1番田中春樹追走しまして、その後5番手巻き返しの勝負、2番の吹澤幸太郎まくっていきました。さあ先頭逃げる5番近藤隆二、近藤隆二番手1番の田中春樹まくっていく2番の吹澤幸太郎、そして内をついた4番中田裕樹が1番の田中春樹をどかして、その内から3番の杉本正隆が出た、杉本正隆降臨、2着5番近藤隆二。